次の文章の空欄に適切な語句を選びなさい。こちらの方は以前の授業動画で仮説検定について解説をしていますので、まずはそちらの方をご覧ください。はじめに母集団と標本について身近な例と紐付けながら説明をしていきます。とある和菓子工場ではどら焼きを1日に10万個作っています。通常どら焼きの重さの平均は 100g としています。本当に平均 100g かを知るためには10万個全部の重さを測ることですが、現実的ではありません。そこで全部の中から無作為に抽出した一定の個数の重さを測って全体を知る手法が用いられます。具体的な例を統計学の用語と照らし合わせながら説明をしていきます。1日に製造するどら焼きを10万個が全量として、その調査や観察の対象とする集団全体を母集団と言います。どら焼きの重さのあるべき姿は平均 100g です。平均なので 99g のものもあれば 101g のものもあります。以前説明したように世の中の自然現象や社会現象の多くは正規分布になります。中央の値の発生頻度が最も多く、それを中心に左右対称で発生頻度が少なくなる分布を正規分布と言います。今回のどら焼きの重さも正規分布になるとします。左右対称なので中央の一番高い山が平均値となり、今回のあるべき姿の場合は 100g となります。この母集団の中の平均値を母平均と言い、μという記号で表します。この集団の散らばり具合は以前説明したように分散や標準偏差で表します。母集団の標準偏差はシグマという記号で表します。そして母集団の分散は母分散といい、標準偏差の2乗、つまりシグマの2乗で表すことができます。10万個のどら焼きの重さをすべて測って平均が 100g になるか、それとも機器の故障の影響などでそうではないかを調べるためには現実的ではありません。そこでこの母集団から一定数のどら焼きを抽出してその重さの平均を測ることとします。それを抽出する場合には無作為に抽出することが重要です。例えば99という数字が好きだから 99g のどら焼きだけを抽出するのは NG です。中心あたりのどら焼きが最も多いので無作為に抽出すると確率的に 100g 前後のどら焼きが抽出できる可能性が高くなってきます。今回は10万個の母集団の中から無作為に100個のどら焼きを取ってきたとします。この抽出された集団を標本といい、一組の標本中のデータ数をサンプル数といい N で表します。標本も母集団と同様に正規分布になり、標本の平均を標本平均といい X バーの記号で表します。標本の標準偏差はスモール S の記号で表し、分散は S の2乗になります。サンプル数が母集団に近づくほど母集団の平均や分散に近くなってきますが、全量を調査しているわけではないので母集団との誤差が発生します。1回目で抽出した標本データと2回目に抽出した標本データの間でも誤差が生じる可能性があります。多くの場合母集団の平均値や分散が分かりません。標本を元にして調査し、確率的に母集団がどのような値を持っているかを推測することを推定と言います。教科書的な表現だと標本における一定の法則を母集団に当てはめて推し量ることを推定と言います。推定には母平均 μ イコール100といったように1点で表す点推定や95以上105以下といったように推定値に一定の幅を持たせる区間推定があります。標本のデータから母集団に関する仮説の真偽を判定する方法のことを仮説検定と言います。簡単な例で説明をしていきます。本来数十万とか大きい数ですが、簡単にするためにあえて少ない数で説明をします。人口10万人の未来王国があったとします。200人を無作為に選んだところ、女性が130人、男性が70人でした。この標本データからだけ言える事実は、
未来王国では女性の方が多いということです。ただ母集団を調べているわけではないので、これは仮説になります。この仮説に対する反論として、未来王国の男女比は半々のはず、たまたま女性の方が多く取れただけ、女性が多いのは偶然のいたずらですという意見が出たとします。この女性が多いという立証したい仮説を対立仮説と言います。それに対する男女比は半々という意見を帰無仮説と言います。仮説検定では帰無仮説の方が正しいという前提に立ちます。つまり男女比が半々という仮説を正として、今回のように200人抽出して130人以上が女性になるという隔たった結果になるのはどれくらいの確率で起こり得るのかというのを計算します。この確率のことをピーチと言います。ピーチ 0.05 と言ったら100分率で表すと 5% の確率という意味になります。統計学の世界ではこのピーチが 5% 未満だった場合は滅多に起こらないことが起きたとして対立仮説が正しいと判断します。逆に言えば帰無仮説は正しくないということになります。このことを帰無仮説を棄却すると言います。この滅多に起こらないことを優位性があるとも言います。この帰無仮説を棄却する 5% 未満の基準を優位水準と言います。医療問題など慎重な判断が必要な場合は優位水準を 1% にすることもあります。仮に優位水準が 5% を上回った場合は女性の方が多いという仮説を採択しない流れになります。頭が混乱していると思うのでヒストグラムのイメージ図を使って説明をしていきます。縦軸を確率、横軸を女性の人数とします。男女比半々という帰無仮説が正しい前提とするので、ヒストグラムの平均、つまり最も盛り上がっている部分も全体の半分の100人とします。全体の面積の 5% 未満がこの部分で、この境目にあたる女性の人数を限界値と言います。そして優位水準の領域にある女性125人より多い領域を棄却域と言います。つまり限界値である125人より多ければ優位水準の 5% 未満の領域なので、男女比半々という帰無仮説は棄却されます。今回は優位水準を右の片側 5% を基準にしましたが、これを片側検定と言います。今は女性が多いことで話をしましたが、仮に男女比がアンバランスであるという仮説を検証する場合は、女性が多い場合と男性が多い場合が考えられるので両方に設定する必要があります。この場合は 5% を左右で安分して 2.5% ずつ左右に棄却域を設けることになります。これを両側検定と言います。では空欄部分を埋めながら読んでいきたいと思います。統計の検定において否定したい仮説のことを帰無仮説と言い、主張したい仮説のことを対立仮説と言います。解説は以上になります。